はよう。おはよう。ねえねえ、昨日のプラプラ部見た？見た。地球グミ食べてるやつでしょ。そうそう、マジで地球グミどんな味するんだろうな。ねえ、食べてみたいな。でも人気で全然手に入らないんだぜ。 YouTuber と TikToker のせいだ。確かに、本当にあいつらみんな食ってるもんな。俺たちの学校じゃ食べてるやつなんか見たことないぜ。ねえ、いつか食べてみたいな。あ、先生来た。えいじゃん。ただいま。あ、かえり。そういえばさなちゃんもうすぐ誕生日だね。うん。欲しいものはないのかい？私ね、地球グミが欲しい。地球グミ？そんなグミなんかでいいのかい？いいの。今人気でなかなか手に入らないの。へえ、変な世界だね。さあな、今度の土曜日一緒にデパートでも見に行ってみようかしらね。やったー。やって洗うわ。早く洗いなさい。帰ってきたらまず手を洗うんだよ。カド、うん、何作ってんの？ほうれん草炒めたい。地球が見寄ってたらいいね。うん。ほっ、あった。グミ一つで3000円もするのね。うん、ダメ？ダメじゃないわよ。だってさなちゃんの誕生日ですもの。でもお一人様一つまでだってね。それでもいいの？うん。すみません。それでは地球グミ一つください。じゃじゃーん。うーわ、地球グミじゃん。いいでしょ。これ誕生日プレゼントで買ってもらったんだ。いいな、俺にもくれよ。だーめ、だってこれ1個しかないんだもん。え、1つだけ？なんか人気だし値段も高いからお一人様1つまでなんだって。そっか。でも一つだけだったら食べるのももったいないな。うん、そうなの。一つしかないからもったいなくてなかなか食べれないの。あ、そういえばさ、あのさ、昔幼稚園の時にさ、ポケットの中にはみたいな歌を歌わんかった？歌った歌った。私なんてさ、ポケットを叩くとビスケットが一つ、もう一つ叩くとビスケットが二つ。さなちゃんどうしたの？みたいなことあったな。懐かしい。それ俺もやったわ。そうだよね、やっちゃうよね。なんかそのポケットの歌作った人の気持ちがすごい今わかる気がするわ。ね、まさに今そうだわ。あー、もう本当に地球グミポッケに入れて叩いたら増えたらいいのにな。そうなったら俺も食べれるじゃん。好きなだけ食べていいよ。せーの、ポケットを叩くと地球グミが2つ、もう一つ叩くと地球グミが3つ、はい、もう一つ叩く。はあ、不思議なポケットか。いて、すいません。大丈夫ですか？お怪我はありませんか？大丈夫です。あなた、
いいものを持ってますね。地球グミです。奇遇ですね。私は地球グミが大好きなんです。そうなんですか。そんなあなたに素敵なプレゼントを差し上げましょう。何ですかこれ。これはフエルンデスというお薬です。フエルンデス。そう、その名の通り、このお薬を増やしたいものに行ってきたらすと5分ごとに倍になっていってくれるんですよ。まったく、そんなポケットみたいな話で、あれどこ行った。変なの。本当に増えるのかな。うーわー、本当だ、嘘みたい。やったー。うーわー、地球グミ食べ放題だ。やったー。じゃあいただきます。ほん、ほん、地球グミってこんな味だったんだ。あ、また増えた。こりゃ一人で食べらんないな。あ、そうだ、ヤスくんにもあげようっと。たくさんの地球グミどうしたんだよ。不思議なポケットだよ。これ5分に1回倍になるの。嘘だろ。本当だよ。ほら、食べ放題だよ。はん、うん、はん、うん、うん、やったー、うん、あー、軽いわ。おー、おー、おー、どうしよう、このままじゃ